研修視察というような形で北杜市の方に、まあ、見学に来まして、まあ、惚れ込んでというかなんかビビッと直感的に来て、ここで収納しています。今やっている作物とか、出荷の出し先とかというのはこちらに来てご縁があってつながったものばかりで、皆さんに支えられてるなっていうふうに実感しています。北杜市っていうのは中山間地と言われるようなところで、年間の平均気温っていうのは、涼しいので、まあ、雑草の勢いが弱かったり、虫の勢いが弱かったり、春のものが暑くなってきたら作りづらくなってくるじゃないですか。もう作れなくなった頃に僕らは出せたりしますし、秋は逆ですよね。僕らの特徴を生かしながら、農業をやるっていうのも、まあ、一つ面白いポイントですよね。まあ、北杜市自体がすごく、まあ、野菜栽培に向いているという地域柄もあるんですけど、特にこの白州はですね、水がとてもきれいと、貝駒ヶ岳を含む南アルプスから流れ出てきている天然水ですね、これが非常にきれいで澄んでいて、野菜の味がすごくおいしいと言われています。それぞれの地域で、いろんな土壌があるんです。八ヶ岳の方だと火山灰の土壌だったり、まあ、こちらの方が砂地だったりということで、そのいろんな土壌があることで、いろんなその場所場所に適した作物があるので、たくさんの種類の野菜をいい条件の下で作れる場所っていう、そういうイメージになってます。朝は本当に0度近くまで下がって、まあ、霜が降りることもあります。で、霜が降りるぐらいの寒さになると野菜もこう寒さに耐えるために、糖分が増えて甘くなるんで、それで美味しくなります。米ぬかとか鶏粉とかいったものを混ぜて、落ち葉中心の堆肥作りをしています。まあ、自家採集という種取りの取り組みをやっていて、まあ、年間で15品種ぐらいの野菜の種を取ってます。まあ、そういったこう自然のサイクルの中で人が生かされているっていうことをこう、まあ、お客さんにも知ってもらいたいなと、まあ、ちょっとわがままな話なんですけど、自分がまあ美味しい野菜を食べたいっていうのが一番基本にありまして、自分が美味しいと思う野菜をまあお客さんにも美味しいって思ってもらうことが仕事のやりがいですかね。